おはようございます。フードデリバリーの配達員のおっちゃんです。おっちゃん、フードデリバリーの配達員をしてるんですけども、今週ね、バイクを原付からですね、小型バイクに乗り換えまして、そのあたりのですね、登録手続きがウーバーイーツさんと出前館さんとメニューさんでまだ終わってなくてですね、ウォルトさんは昨日完了したんで、今日はね、ウォルトのアプリを開いて配達員稼働しようと思うんですけども、まあなんせ僕は堺の南区に住んでるんで、ウォルトならないんですよ。ちょっと辺境なんでね。だから今日はね、暑い中大阪市内まで、出ていきたいと思っています。まあ街で僕のこと見かけた方はそっとしておいてもらえたら嬉しいかなと、思っております。はい、応援してもらえるのは嬉しいですけどね。ちょっと、そういうのはちょっとね、後ろ指さすのはやめてください。はい、普通にメンタル折れますんで、いや、もう折れてるけどね、はい、砕けますんでね。はい、今日はですね、こんなかわいそうなおちゃんですけども、競馬のですね、馬券を買ってですね、当たるかもしれへんな、当たったらええなと思って、馬券を握ってね、当たるまでの間の、ちょっとドキドキワクワクを楽しもうかと思います。馬券を買うレースはこちら、神戸新聞杯ですね。神戸新聞杯っていうレースは3歳のね、お馬ちゃんが走るレースでして、競馬でして、まあ、菊花賞っていうね、大きなレースにつながる、ステップレースですね。要はまあ出走権をかけた予選みたいな、そんなレースでもありますと。で、そんな中でですね、お茶がもう結論から言うて、本命に推してる馬はオールセインツですね。ちょっとね、新聞のページがどっか行っちゃいましたけどね。酒井騎手がね、乗る馬ですね。で、調教師さんがね、友道さんだか道友さんだかいう人でね、ちょっと調教師さんをリスペクトしてる人、ごめんなさいね、僕はそういう名前も覚えてないのに、競馬を語って、ごめんなさい。うん。まあ、この、何ですか、神戸新聞杯の、出走する馬のね、調教の実績のある、調教師さんですね。で、そのね、友道さんかな、調教師さんの、手掛けた馬っていうのはもう一頭出てまして、それがこの、難しいなこれ、メリオーレムかな、これは騎手が川田騎手ですね。で、川田騎手はこの神戸新聞杯での実績が多い騎手ですので、まあ得意な騎手と得意な調教師さんがチームになって、出走させるという、馬ですね。メリオーレムです。で、まあ、メリオーレムいいですね。血統的にもシュバルグランと、メリオーラっていうね、海外の馬の血統、血が入ってるんですよね。うん、血統的にはそのディープインパクトの血に、なんか海外のね、欧州だかヨーロッパだか、アメリカだか知らんけども、その外国の血を入れたような馬が勝ちやすいというようなことをね、まあ、もうごめんなさい、もうすごい浅い知識で申し訳ないですけどね、じゃあどんな馬がこれまで買ってきたんやとか言われてもね、僕ちょっと困っちゃうんですけども、まあちょっと楽しみでね、いろいろ情報を見て、その情報を自分なりに精査してみて、どうかなっていうのを、まあ、予想して楽しんでいます。で、まあ一番のね、本命はオールセインツですね。で、2番は、こちら、ジューンテイク。で、3番目は、タンガナ、ウエストナウですね。で、この
ジューンテイクとウエストナウは、京都新聞杯っていうね、レースの、1着、2着の馬ですね。で、ウエストナウが、しぶとく逃げて、ジューンテイクが、そこをね、差し切ったと。差し切ったというかね、競り勝ったというレースでね、2頭はそのレースでは抜けてたかなというので、今回のレースでもね、そういった展開をなぞる可能性もあるかな。ただ、他のね、馬もこの2頭の動きっていうのは当然マークしますから、その思った通りに、レースを展開できるかどうかっていうのはわからないですね。はい。で、次、レンカですね。メリオーレですね。さっき言いました川田騎手と、道友さんじゃない、友道さんかの、馬ですね。で、あと、ビレムと、インテグレートですね。という、構成をしております。競馬新聞なんかでもね、よく見るマークですけど、これ二重丸本命です。丸が対抗です。まあ、1着予想、2着予想、みたいな感じですかね。で、単穴。単穴っていうのは、もしかしたらこれ、展開がはまれば、もしくはそういうね、弱点を克服できれば、一着でゴールするかもしれないよ。で、メリオーレみたいな連下なんでね、二着三着あるかなっていうところですかね。で、あとまあ、星マークとか注意マークとかいろいろあるんですけど、まあ僕はまあその自分の整理した情報をもとにですね、上の4頭のボックスの、馬連をとりあえず買いましたと。5、1、12、6の、ボックスですね。4等ボックス。2400円かな。1.100 円。まあ、お父さんのお小遣いでね、これで、ちょっと夢見てみようかなと思います。まあ、取り紙になることはね、さすがにないでしょうけどね。取り紙言うと2400円分パターン買って、1パターンだけ当たるわけですけども、その配当金が2400円よりも少なかったら、まあ、赤字ですわね。まあ、そういうのを取り紙と言ったりしますけどもね。まあ、単純に1番人気、2番人気、3番人気で決まるレースって、まあ、全体の 7% ぐらいで聞くんでね。まあ、そんなことも、まあまあ、ないでしょう。まあ、15頭走るんでね。単純に1番人気、2番人気、3番人気で決まってもね、まあ、3000円ぐらいはつくんちゃうかなと、思っていますと。そしてですね、このね、馬、いろいろ出走しますけどね、まあ、こんな買い方も面白いんちゃうかっていうので、286とかね、里のダイヤモンドと、シュバルグランの決闘の対決、ね。で、13、ドゥラメンテと北サンブラックの世代のね、決闘の対決とかで馬券を買ってみるのも面白いんじゃないですかね。で、あともう一つね、中山競馬場の、メインはこれも反対に書きましたけど、4番のですね、ルメール騎手ですね、先週やらかしてましたけどね、圧倒的1番人気4着っていうね、最も恥ずかしい負け方してましたけどね、競馬ファンにとっては何の面白みもない勝ち方ですね。まあ、掲示板に乗ったっていうんでね、馬主さんとかね、そういう一口馬主さんにとっては、まあまあ、賞金加算してくれてよかったやろうなっていうところにはなるんでしょうけどね。カーツですよね。まあまあいろんな人はね、やっぱりいろんなこと言いますわね。で、まあ僕は介護の仕事してて、やっぱりいろんなおじいちゃんおばあちゃんといろんな話するんですけど、まあ競馬好きな人はね、やっぱり競馬好きでね、在宅の時は訪問介護に行ったら、まあ土日やったらいつもね、競馬見てる人とかもいてるし、デイサービスの食堂で競馬つけとったら競馬見たくないっていう人がね、もう消してくれっていう人とかも結構おるしね。で、
なんか一人でちょっと離れたとこでね、競馬見てるおじいちゃんとかね、テレビが何個かあったらね、テレビを一つは競馬見てたりとかね、するわけですよね。こう、まあ、お金かけるわけではないけどもね、馬を見るのが好きやっていう人もね、いてましてね。まあ、その中で僕が、印象に残ったおじいちゃんおばあちゃんのお話として、まあ、その方はね、まあ、建築関係のね、会社の、創業社長さんだったんですよね。でも80代になってデイサービスに来てたんで、まあ要介護の状態で来られてたんやけども、まあなんていうのかな、こうもう病気でね、結構そういうがんとかで手術もされとって、もうその余命宣告とかも、もうあとこの人のケース、この人ぐらいの症状やったらもうステージ4で、あと半年ぐらいでみたいな話をされながらも、もう2年生きとるでわははみたいな、そんなおじいちゃんがおったんやけど、まあそのおじいちゃんはやっぱりこうそういうね、景気のいい時代もあって、そんな時にね、建築会社をされてたんで、まあそう、競馬もね、一口10万円ぐらい、そういうお金をね、動かしてたらしいですわ。だから、なんやろ、大体ね、競馬に行ったら、50万か60万ぐらい、つこて帰ってきた言うてましたね。だから、今まで競馬で負けたお金言うたら、3000万ぐらい負けとるわ、いう人でね。でも会社も畳んでっていう人やったんやけど、まあその人はね、あれですわね、結構ちょっと小綺麗なマンションにね、まあ、家族と一緒に住んどってね、まあ、だからまあ残すもんは残して会社も畳んで、まあ、穏やかな余生を過ごしてはるんでしょうね。で、その人はね、言うにはそういう大きなレースでは、人を見て買えと。で、リーディングあるやろと。リーディングジョッキーの上から5人をボックスで買えと。そしたら、大体長い目で見たらプラスになるわっていう話をされてたんですよ。ただ、その人は、生涯の競馬の成績はマイナス3000万ですという、そういうおっちゃんの話なんですけどもね。まあ、でも確かにね、それはその通りで、まあ、おっちゃんの、そのおっちゃんの、おっちゃんっていうか、まあ、おじいちゃんの時代はもう三連単がいつ始まったのか知らんけども、まあ、馬単っていうかな、1着2着を固定で、当てるやつでね、まあ、上から5人勝ったら、ボックス1つで20点あるんですよ。5×4 の組み合わせでね。だからその馬単がそういう結構万馬券とかね、なったりすることもあるんでね、まあ、5番人気と4番人気の組み合わせとかでもね、6000円ぐらいついたりすることはあるんで、こうそういう実力というか実績のあるね、騎手が乗ってるにもかかわらず、その人気のない馬っていうのでね、まあ、今まで何かこう理由があって勝てなかった馬が、そういう力のあるジョッキーに、乗ってもらうことで力を出して勝てるとか、まあ、そういうこともね、あるかもしれないなっていうことなんですけども、まあ僕はですね、まあ、今回はちょっとその、なんていうかな、京都新聞杯でですね、1着2着3着を、まあ、ビタッと予想してみてですね、その通りの馬券をね、まあ、何点かまとめて買うて、まあ言うても、まあ1000円とか2000円とか3000円とかね、10点、20点、30点ぐらい買うてみてね、まあ例えば3万円ぐらいになる馬券やったら、10点買ったら30万円になるからね、で、この前買うた、バイク代が捻出できますんで、それをね、目標にね、してみたいかなと思っております。さて、皆様の、神戸新聞杯の、予想はどうですかね。まあ、僕自身競馬始めてまだ
10年やそこらぐらいのね、ひよこなんですけどもね、お馬さんってね、5歳ぐらいになって種牡馬入りしたりするね、馬も結構いますんでね、北サンブラックとか、ドゥラメンティアラとか、ドゥラメントもなくなっちゃいましたね。ドゥラメンティアラとかね、キズナヤとか、シュバルグランに、スワーブリチャードに、なんかね、こう、いろんなね、あれがありますけどね、里のダイヤモンドやとかね、やっぱこれまでのね、名レースを、振り返りながら、今年のね、ローテーションはどうかなっていうところと、海外のね、お馬さんのね、血統がまた入ってきたっていうことでね、競馬ブラッドスポーツみたいに言われますけども、そういう騎手の力量で見るっていうのもあるだろうし、そういう血統で見るっていうこともあるだろうし、はたまたそういう当日のね、パドックの気配を見て買うっていう人もね、いるでしょうし。ただその日曜日にね、ゆっくりパドック見てね、馬券買えるっていうのは、すごい幸せなんやろうなと思いますね。介護の仕事なんかしてたらね、やっぱり正社員やと日曜日出勤すること多くなるんでね。僕は明日は家族と一緒に過ごすんでね、家族と一緒におるときに競馬見るっていうのはちょっとね、やめとこうかなと思うんで、後からね、口座のお金を見て、お金が戻ってたら、ああだったんやなと。で、何も変化なかったら、やっぱり外れるわなっていうことで、また来週にね、楽しみを、引き延ばせれたらいいかなと思っています。というわけでですね、こんなんもう絶対当たらないって言うたら、同じ予想している人に、ね、申し訳ないですけど、僕は、予想としては、オール戦術か、1着予想、堺騎手ね、頑張ってほしいなって。で、ジューンテイク。これね、京都新聞杯の勝ち馬ですね。で、ウエストナウはもしかしたら単穴でね、もし逃げ切ってね、そのまま粘り勝ちするかなっていうのがあるかもしれへんねんけど、やっぱりこう、そういう逃げ馬の展開がハマるっていうのはね、なかなか難しいと思うし、ペースもね、上がる可能性もあるんで、ちょっとこれはね、僕はもう、消しちゃおうかなと思ってます。4等ボックスでは買うんですけど、で、あと、メリオーレムかな。もうちょっとその金曜日の晩に、投票開始した時はもうダントツ一番人気やったんですよ。やっぱり、川田騎手とかね、の乗る馬ってやっぱり組織票みたいなのがもう、ファン投票みたいなのでバーンと入ると思うんで、あれやったけど、その、一番人気でないなら、あえて狙ってみるのもいいかなと思いましたんで、3着につけました。つけてみようかなと思ってます。あとはもう、その、なんかもうレースの展開次第っていうところがあるんで、そうやね、キズナ3区とかスワーブリチャード3区とかいろいろね、気になるところではあるんやけど、ね、こんなん積極的にね、狙ってみたいですけどね。ね、まだ3歳の馬なんでね、こうちょっとこう勝ち続けてる馬なんかは、その能力の底が見えてないっていうことで、言うたら本気出しないというかね、まだまだ力あるよっていう感じもね、あるかもしれないんで。ただその追い切りのね、やっぱり時計見たら、メリオーレムね、もうすごい切れ、速い時計出してたんでね、一番速かったんで、やっぱりこの、差し切ってね、花取ってね、勝ちたいっていう、川田騎手のね、そういう、やっぱり意気込みを感じますよね。やっぱそこの、その、川田騎手の、その、手綱をね、信じてた。先週もね、メインレース、ルメール1番人気4着してましたけどね、2番人気で1着なってた川田騎手なんで、その、川田騎手の、
メリオーレムを頭に持ってくるのも、その、オッズ次第ですけどね。オッズがそういうダントツ一番人気とかじゃなかったら持ってくるのも、まあ、妙味があっていいかなと思います。はい。まあ僕のその、競馬の話は以上です。で、もう一つね、何やったっけ、中山競馬場でね、やってるレース、オールカマーやったっけ、何やったっけ、なんかある、ありますわ。で、日曜日、中山ね、オールカマー。オールカマーはね、3歳馬じゃなくて、3歳以上か、以上のお馬さんのレースなんでね、まあ僕、ここに書いてあります、4馬、選手しくじったルメール騎手を頭にして、で、相手としてね、僕気になるのは、シュタルケ騎手、海外騎手のね、ヤマニーサンパ、ヤマニーサンパ気になるんで、この2頭でね、まあ、馬連とかね、組んでみても面白いかなとは、思いますけどね。うん、まあ、ステラベローチェに乗るね、2番人気になるであろう、横山典弘騎手ね、横山騎手とね、武豊騎手ね、息が長いですね、調教師にならへんのかな、どうなんですかね、なれないんかな、まあ分からへんけど、まあね、親子でね、横山典弘騎手とね、息子さんとね、家族でね、1着、2着、3着を、独占するなんていうレースもね、ありましたけども。まあ、武豊騎手もね、やっぱり、お父さんも、あれやったし、福永祐一ジョッキーもね、もう、調教師になるんでしょうけど、姉のお父さんもね、ジョッキーやったからね。だから、なんていうんかな、こう、そういう競馬界も、やっぱり、こう、人も、やっぱり2世、3世ってなってますよね。まあまあ、まあ、それはそうとしてね、競馬もね、やっぱり騎手の人ね、やっぱ大怪我してしまったりするリスクの高いスポーツというかね、仕事なんで、まあ僕もそのバイクっていうね、鉄の馬に乗って、まあ僕は小型の小馬ですけどね、まあ走ってるものとしては、やっぱりこうレース見てたら熱くなるというか、共感するところがあるんでね、まあお馬さんもね、騎手の方も、無事にね、ゴールしてほしいなと。で、まあちょっと何かあったら無理せずにね、競争中止してね、それでいいと思いますわ。だからまあその、まあ、自分の勝った馬券がね、当たらへんからってね、もう変に閣下することないようにね、ちょっとお小遣いでね、夢変えたらいいなぐらいの、まあ投機にしておこうかなと思ってます。まあ本当にね、100円200円でもね、クレジットカードの支払いあるんやったらそっちのために置いとけやっていうのがね、まあ本線なんですけどね。まあ競馬当たったらいいけどね、僕競馬ほんま下手くそなんでね、競馬ってもうなんか結果出たら覆せないじゃないですか。株とかってなんかよっぽどあれじゃなかったら、押し目買うて株価戻ったら、負けを帳消しにできるっていう、なんかそういう素晴らしい機会があるんで、あれなんですけどね、結局その上場廃止になってしまって紙くずになるっていうこともあるけど、まあどうですかね、皆さんどうお考えですか。やっぱり競馬とかギャンブルっていうのはもう罰ですか、それともまあ楽しみとして丸ですか。まあ馬券師なんていうね、競馬でお金をなんとかしてる人、まあいるそうですけど、まあでもそういう人ってでもね、どうなんやろうね、こう、まあ、競馬で勝てるんやったらまた別の世界に行くんかな。競馬も何や言うて、そういう
地方競馬とかやと1点にかける額が大きくなるとやっぱりオッズが下がってくるから、うん、思うように勝てなくなってくるっていうのがねあるでしょうしね、うん、だからこう、まあ、ポーカーとかねそういうカジノの方行く人もいるでしょうしね、うん、まあ要はその副賞とか単賞とかをね狙うのに最初は1かけるとで外れたら次3かけるとで次また外れたら13かけるとでそうしたら勝った時にそれまでの負けを取り返せますよみたいなねそういう恐ろしい張り方をねしてる人もいるらしいですけどもね、うん、やっぱり1番人気とか2番人気とかの馬ってやっぱりそのうち当たりますからねその当たった時にその負け額を全部取り返せるようなお金を置いとけばそれでハッピーになれるんで、まあ、資金力の多い人はやっぱり負けにくいというか負けても取り返せるよねっていうのはそのギャンブルの本質としてまああると思うんですけど、まあそんだけね、その大きいお金動かせるんやったら、ね、他のことした方がいいんじゃないですかっていう、ね、そんなにギャンブルで、競馬でね、お金吸ってしまってゼロになるリスクを負うより、ね、本当に1000万でもあるんやったら、ね、マンションのオーナーとかにもなれるしね、そうやって。まあ、何のための競馬かっては僕もわからないですけど、やっぱりこう、貧乏な人がね、お金がないっていう苦しみを一瞬忘れられるための痛み止めやと僕は思ってるんで、うん、なんかパチンコとかもすごいハマったけど、介護で正社員になって、ある程度こう、生活できるお金貯まってきたら、もうパチンコなんかにお金使うのアホらしいって思うようになって、あんまり行かへんくなったもんね、時間も無駄やからね。うん。だからもう今もそういうフードデリバリーの配達できるんやったら競馬の馬券買わんとねお弁当運んでる方がいいもんね。うん。まあまあそんなわけでね、チャンネル見てくださった方ありがとうございます。フードデリバリーのね配達してる方がね結構見てくださってるのかなと思ってるんですけどもね、まあ中には競馬好きでね競馬をしながら配達してるっていう方もいらっしゃるでしょうからね、皆さん馬券がね当たっても外れても笑って過ごせるようなね競馬とのね付き合い方をしていけたらいいかなと、思ってます。はい。というわけで神戸新聞杯の、僕の、予想としては、オールセインツ本命に押したいと思います。まあ、根拠としてはすごい弱いですけどね前走前前走一着してるんでもしかしたらまだそこがあるかもしれへんっていうところと調教師さんあれかなっていうところとであとまあその京都新聞杯の勝ち馬がローテーションから言ったら順当に言ったらこの子でしょうっていうところの順でいくとあとメリオーレムですね調教の動きが良くて川田騎手がねここのレースも取りに来てるでしょうっていう虎視眈々と狙ってるでしょうっていうところで。この3頭ですね僕は押したいと、思っておりますと。はい。で中山のレースはルメールから1-5-7-11-15でもうオッズの高いオッズの低い方からね順番に軸1頭頭1頭にしてね上から順番に流していく一番しょうもない買い方ですわ。うん。まあまあルメール騎手ねぜひ頑張ってほしいですね。はい。まあ昨日ねちょっとなんだかんだで僕バイク乗っててね朝3時か4時ぐらいに帰ってきたんですよ家。うん。で朝方3時半ぐらいにすき家の牛丼食べてね。でもすき家ガラガラやったんですよね。もう、まあ、閑散期なんですかね。こっちの方はなんか明日と明後日お祭りあるんでね。
まあそれで人もあんまり明日に備えて夜遊びしてなかったのかもしれへんけどね。繁忙期の時はなんかもう朝方言うたら牛丼屋さんなんか いっぱいやったけどね、人ね。まあまあ30分も喋ってしまいました。はい、どうもご視聴ありがとうございました。